皆さんこんにちは、高橋理恵です。こんにちは、河野まりかです。こんにちは、長久ゆきです。月一配信でお届けするイヤホンズの三平方の定理スタートしました。イエーイ。さあ皆さん、メリークリスマス。メリークリスマス。ということで今夜はクリスマスの、本当にクリスマス、本当にクリスマスだわ。私たちもクリスマス、私たちのクリスマスはイヤホンズに捧げてるんですよね、うん、はい、そうなんです。言っていいのかな。いいでしょ、だって不定期だもん、うん、今回は今月の収録はイブです。イブです。だからみんな明日配信だよね、私たちからしたら。今現在のイブだから。そうそう、メリクリだよ本当に。いや、ね、一番大変なのはこれ撮り終わった後にさ、イブにもかかわらず編集するスタッフさんだよ。本当に本当にありがとうございます。腕のいい、ね、中川さんというディレクターさんなんですよ。ありがとうございます、イブまで私たちの声を癒されてくださいね。ちょっと待って、ちょっとほら、ちょっとやめて、見せられちゃった。なんで止まんだよ。音楽なくなった。付き合い長いじゃん。あの時からでしょ、10分間のフロート番組からの付き合いじゃん。なんでだよ。癒されたことないって。やばい、ひどい。にぎやかだもん ね、まあ、ね。ちょっとケーキとかをちゃんと渡しない、渡さないと我々。そうね、なんかチキンとか。のチョコレート後で。そうそう、さっきあの、チョコレート買ったんです。あ、そうです、後でね。はい、食べてください。じゃあ、ものあげましょう。はい、じゃあ、そんな感じですね。クリスマスでもありますけれども、あの、イヤホンズの、この初の海外ライブが終わって、うん、サンリオピューロランドのクリスマスライブも、無事に終わることができたんです。それも終わって。神々だ、うん。無事に終わったのでね、そのお話とかちょっとしていきたいなーなんて。そうですね、まずはシンガポール。そうね、うん、シンガポール11月だっけ。11月末から行った気がする。そうだ、30と12月1日だ、うんうん、前乗りして朝着いてみたいな、うんうん、いやめちゃくちゃ過ごしやすかったシンガポール、うん、なんか湿度的にはすごく高かったけど、うん、なんか街並みめっちゃ綺麗じゃなかった。綺麗、うん、すごい広かったね。広かった。道路も広ければ歩道も広いしさ。広かった。建物も一個一個がおしゃれなのにでかいみたいな。確かに。スケールが違ったな。なんか美術館とかもあったよね。うん、入ってないけど。あった。なんか外観がなんかおしゃれすぎて。芝。芝みたいな、うん、芝の中に城みたいな。そうそうそう、庭広みたいな。美術館ってだって美術を展示するところなのに庭そんな広くていいのみたいな感じの庭。あとさ、ライブの時のお弁当がさ、あのなんだっけ、チキンライスだった。そう、チキンライスだった。美味しかった。めっちゃ美味しかったね。もうさ、ソースもだけどさ、お肉もさ、美味しい。ボイルの加減なのかな、超美味しかった。美味しかった。いろいろ食事はしたけど、うん、チキンライス単押しになりそう。単押し、うん、だってさ、その後のライブの後の打ち上げさ、何食べたか覚えてる？え、あれあれさ、シンガポール料理じゃないんだよ。え、何料理だったの？ベトナム料理の店行ったじゃん、うちら。そうだったんだ。あれ、そうだよ。あの、お肉とかいっぱい食べたじゃん。食べた。香草が効いてる。あれ、1キロくらいのやつ、みんなでつついた。ワンポンドぐらいのね、あれを食べたやつ。あれ、あれはベトナム料理の店です。そうだったんだ。え、なんかさ、すごいインスタ映えみたいな感じのさ、木にすごく照明が吊るしてあったりとか、うん、いや、シンガポールおしゃれだなって思ってたんだけど。クリスマスだったしね。そうだ、そうだ。あっちもクリスマスの雰囲気でイルミネーションがね、すごく綺麗だった。あとなんかさ、私たちが打ち上げ感が伝わったのかさ、うん、道行くそのシンガポールの人がさ、写真撮りましょうかってわざわざこう言ってくれた。そう、英語で言ってくださって、うんうん、え、そんな親切な国の人たちいっぱいいるんだって思って。もうさ、ナチュラルすぎてさ、店員さんだと思ったの。そう、私思った。わ、ね、かる、最初店員さんかと思った。そう、お店の店員さん、あ、優しい店員さんだなって思ったらさ、うん、全然お店と違う方帰ってくから、うん、そうそう、バーイみたいな感じでさ、そう、通りすがりの人だったんだって、ね、すごいいい国、いい国でしたよ。あ、あ、朝ごはんみんな食べた？朝ごはん行った。ロビーのところに。私は寝たから食べてないよ。食べてないのか、うん、あの朝ごはんにさ、うん、なんかメロンみたいなやつ、フルーツあったの知ってる？え、フルーツまで行ってないよ。なんかね、フルーツをね、私食べてたの、うんうん、でもメロンのなんか形をしたウリみたいな感じを食べたら、うん、全然甘くなくて、な、何だったの？わかんない、でもわかんないの、書いてなかったから、そのフルーツの名前がわかんないから。でもこれメロンだと思って食べたらすごい無で、はーってびっくりしたんだけど、その後あのイヤホンズのミツネっていうわね、キングレコードの人が来て、ミツネそれめっちゃ7個ぐらい取ってるやみたいな、メロンのやつ。あ、メロンだと思って。そう。え、これ全然甘くないですよ。フルーツだけど甘くないですよって言ったら、バーって、なんか取りに行って帰ってきたら、粉砂糖持って帰ってきて、メロンみたいなやつに粉砂糖かけて食べてたの。そう。あ、もうこれ甘い甘いみたいな感じで食べてて。食べ方
よねそれ。どっちも合ってないよね。多分そのまま食べるのか合ってるのか分かんないんだけど。え、フルーツコーナーにあったのそれは。フルーツコーナーにあったの。誰か正しい食べ方教えてあげる。すごい名前も分かんなくて食べ方も分かんなかったから。緑なの？緑色？いや、あのね、メロンの色ってオレンジっぽい、あのなんか夕張っぽいやつか。そっちの方、そっちの方。へえ、夕張か。そうそう、そっちの方だったの。あ、じゃあそのオレンジの果肉の何か無色の、無色っていうかね、味がない。もし分かった方いたらメールか何かで教えていただけると。そうですね。嬉しいです。はい。あとクリスマスは？クリスマスライブもやりましたね。やりましたね。キティさんとシナモロールくんとポムポムプリンくんとマイメロディちゃんとハンギョドンさんとクロミちゃんがいました。素晴らしい。うん。ありがとうございました。ちゃんとメモを取ってます、はい、みんなちゃんと読めるように。可愛かった、ね、なんか可愛かった。おしましする。わかる、みんな可愛い、うん、いや、ハンギョドン可愛かった。ハンギョドンやばい、ね、なんかハンギョドンの腰つきがめっちゃ面白くてすごい楽しかったの。なんかあの腰をなんかあの芸人さんの HG さん、レザーラモン HG さんいるじゃないですか、はい、あれみたいに私が振ると振り返してくれるの。すごいすごい面白くて。あんたも何してんの。確かに。あんたも何してんの。おおみたいな感じでやってたんだけど、それにハンギョドンさん返してくれるから楽しくて。かわいい。いやでもポムポムプリンのあのプルプル加減もすごい可愛かった。ダルンダルンだったの。ダルンダルンって言わない。プリンプリンだよ。プリンプリンだって。プリンダルンダルンはやばい。なんかプリンだもんね。そう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 。やっぱ。あともうキティちゃんはやっぱすごいね、プロだね。プロですよ。なんかみんなのお姉さん、なんかリハの時もさ、うん、やっぱもうみんなのお姉さんだからさ、うん、こうみんな大丈夫かなっていう、そのポムポムプリンくんとかさ、シナモロールくんに、確かになんかこう気を配ってたというか、年上だよね。そう、キティちゃんはお姉さんだった、うん、もうやっぱ妹キャラじゃないんだよね、うん、お姉ちゃんなんだよね。そう、うん、周りのことよく見ててやっぱすごいリーダーって感じがした。かっこいい、ね、さすがでしたね。え、マリンカは推し、え、推し、うん、うん、この子いいなって思った子いる、うん、私ね、いや、ハンギョドンさんも良かった、シナモロールくんも好きなんだけど、うん、私高校時代からね、マイメロディちゃん大好きで、うん、わーで、一緒にいたのはクロミちゃんだったんだけど、そう、クロミちゃんとマイメロディちゃんのやりとりがめちゃくちゃツボだった、うん、へー、クロミちゃん結構ツンツンね。そうなの、なんかね、うん、じゃんけんでさ、うん、一周するやつあったじゃない、うん、グリコだ、うん、グリコやったんですけど、そこで、私のチームが全然勝てなくて、全然じゃんけん勝てなかったよね。実は全然じゃんけん勝てなくて、でもクロミちゃんがね、内緒ってシーってやりながら、手を引いて連れてってくれて、やーかで、前のチームに追いつきそうになった時に、うん、マイメロディちゃんがこっちをはーって見たの、うん、そしたら、そうだ、謎のチームだ、そうなの、ガッケのチームのマイメロディちゃんがわーってこっちを見た時にクロミちゃんが、うん、あっち向きなさいよみたいな、シッシッって、そう、メロちゃんにやるのがすごい可愛くて、二人の関係性が見えるっていう、そのやりとりみたいなのが本当に尊かったです。はい、いいなー。いいよね。待って、でもさ、マイメロディちゃんが好きっていうのをコメントでも言ってなかった、なんかの言った、その時のみんなのこのキャラクターの嫉妬感は大丈夫だったの。私がマイメロちゃんの側なんだから、なんかマイメロちゃんがもうキャーも私嬉しいみたいな、もうどうしていいのかなみたいな、すごいキャッキャしてて、でシナモくんはあすごいねみたいな感じだったんだけど、クロミちゃんはどういう反応だったの。確かにクロミちゃんどうだったんだろう。私のところにはね、その時はね、キティさんとハンギョドンくんがいたから、リーリーの側にいたんだ。え、いつ最後のところ、最後のあの挨拶、一番最後の挨拶の時か、うん、あのライブの時とかかな、クリスマスライブの、あの歌の歌った時とか、クリスマスライブ歌った時はポムポムくんとクロミちゃん、クロミちゃんも登壇してたっけ。あ、ちょっと待って、あのライブじゃなくてクリスマス会、そう、クリスマス会、クリスマス会、そう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 、クリスマス会の時の最後の挨拶隣にいたっけ。ちょっと耳に入れたい人があります。ライブの感想がたくさん届いてます。私の隣に、あ、いた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 、はい。ちょっと楽しすぎてさ、いや本当に、なんか浮かれすぎだよ。腰振ってたことしか覚えてない。本当にそこしか話してないやつ。楽しかった、楽しかった、本当だよ。じゃあね、コマクちゃんから届いたその思い出とかも聞いていきますね。お願いします。ペンネームヨンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。イヤホンズの皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。シンガポールからのコマクちゃんです。おお、ありがとう。お、飛びながら熱いコールが流れて本当に盛り上がって、ライブは最高のショックでした。あーやばい。3期当選にエモめな景色が泣くほど美しかった。またシンガポールに来てくださいということで、シンガポールの方からありがとうございます。すごいありがとう、嬉しいね。ショック、そう、シオックはあれだよね、うん、楽器が学んだ、うん、
シンガポール語なのかな。なんか来てすぐに、あの空港からホテルに行くバスの中でアテンドの方が教えてくれたんだよね。そうなの。イヤホンズのこの MC で、なんか何を言ったら盛り上がりますかね。今流行りの言葉とか使いやすい単文ありますかみたいな。そう。でそしたらショックだよ。ショックって言われて、それはその日本語でその若者が使うやばいすごいとか気持ちいいとかそういう意味だよみたいな。だからショックだけですごいいい意味で伝わるよっていうのを聞いて、なんかさ、びっくりするのはショックじゃないんだよね、シオックなんだって言ってたよね。そう、なんかね難しかった。そう、ショック、難しいね。でこれも今正しいのか分かんないからさ。あ、そうね、私たちの発音が正しいかどうか分かりませんけれども。そうなのよ、私本当に英語が通じないっていうことがつくづく分かったので。分かっちゃったの。シックスティーンだっけ。そう、シックスティーンの番号が通じなかったしかもね、なんでだろうねあのロビーでね、あの朝食食べるときに鍵渡すのよ、あ、鍵を見せるの。なんかルームナンバーナンバーみたいな、912番ですって言ったちょっとそれは通じるわけないじゃん。みたいな、堂々としてるな。916みたいな、916で数字をね並べたんだよね。でも帰ったらやっぱちょっとセンキューとかそっちが慣れちゃってて、話す時もなんかちょっとついセンキューとか言っちゃう。キャーかぶれちゃったかぶれた英語かぶれ英語かぶれちゃったいい、ね、2人はどうだった。シンガポールライブ、シンガポールのライブ、なんか、あのライブが始まる前に舞台挨拶をさせていただくのがすごい新鮮だなって思って、最初のね、なんか全員今回のその出演者アーティスト 一覧みたいな感じザーッとこう並んで、今日の意気込みっていうのを喋るんですけど、その時あんまり盛り上がんなかったから、なんか、そうかな。いや私的にはね、やばいアウェーだと思ってちょっとドキドキしたんですよ、そのライブ結構気合い入れてかなきゃなって思って、ステージに立ったら、全然みんな盛り上がってくれるじゃんみたいな、ちょっとなんか、わかる、なんかちょっと嬉しいやんみたいな、ね、感じになりました。でも曲とかやるとみんなもうバーって振ってくれるんで、そう、UO のあれウルトラオレンジ、そうなんですよ、3期当選の、あの UO 大体エモメの景色っていうフレーズがあるんですけど、そこでね、あの日本のライブでもよくコマクちゃんたちが自分であの UO と言われるですね、ウルトラオレンジと言われているものをですね、持ってきてくれて、そのタイミングでかざしてくれるみたいなことがよくあったんですけど、それをシンガポールのね皆さんが自主的にと言いますか、やってくれていたみたいで、その風習あるんだねというか、ね、イヤホンズの曲でね、ね、ウルトラオレンジ おるタイミングもバッチリだったし、綺麗だったね、びっくりした。わざわざありがとうございます皆さん、超嬉しかったです。なんか嬉しいね、海外のファンが増えるってこんなに嬉しいことなんだね。すごい支えられたし、一回やっぱね舞台挨拶の時ちょっとダメだって思ったから、そこからのフィーよかったと思いました、ね、ありがとうございま す。さあそしてもう一ついきましょう、はい、ペンネームまめ姉さんからいただきました、ありがとうございます。イヤホンズの皆さん、こんにちは。こんにちは。先日の C3 アファシンガポール2018に参加してきました。ありがとうございます。ありがとう。初日の朝からアファショップの物販の大盛況で、海外のコマクちゃんが本当に多かったです。そうなの？そして夜のコンサートで新曲の新次元航路から代表曲のそれが声優と3期同選などの曲を聴けてすごく高まりました。そしてイヤホンズ3人の英語が本当に良くて、もしかして何かの特訓がありましたでしょうか。海外でもイヤホンズの素敵なパフォーマンスを見れて感動しました。ありがとうございましたといただきました。英語良かったんだ。ちょっと不安だったけど、MC の時すごい不安だったよ、ね、だって通訳さんいないってね、いないんだよ、ステージ上に通訳さんいなくて、自分たちだけで次の曲紹介とかさ、その盛り上がるテンションをどうするかみたいなね、怖かった。ネクストミュージックとかね、そうそう、知ってる単語並べたよね。そうなの、一生懸命みんなで打ち合わせはね軽くしてたんですけれども、どうやってみんなを盛り上げる言葉とかもさ、流暢に喋れないわけですから、どういう言葉がみんなが喜んでくれるのか、それこそしおくんもねそうですけれども、なんか、あ、なんだっけ、ファンみたいなやつ言ったよね。あ、なんかエンジョイ的な、その一緒に楽しもうみたいな話よね。っていう言葉、頑張れ。I have a fun みたいな。You have fun。あ、you have。仕事？Let's have a fun。Let's have a fun。イエーイ。それそれ本当に合ってるかな。でもそれも通じたし通じた、あと自己紹介も通じなかった、ニックネーム、あ、そうかも、
ニックネームマリンカーみたいな、マリカーマリカーみたいな、マリンカーじゃなくてちゃんと、あ、マリカーじゃなくてマリンカーって言ってくれてたね。あ、そうだったね、マリカーだと思ったけど、そうなのかな、ちゃんと言えてた気がする。うん、あ、いや、なんかすごい、来年も呼んでくれないかな。また行きたいね、シーズリアホ、いいですね、楽しかったです、また行きたいです、うん、その時はぜひね、いらしてください、はい、続きまして。